な感じですよ。朝来て練習してる子たちがいて、朝練習会とかある日もあるんですけど、僕はたまに時間があるときに見ることもあるし、勝手にこうやって何もない日は朝とかは、まあ、僕は来てだいたいパソコン触ってたりとか、まあ、そういう仕事してて、でまあみんなはこうやって練習したりとか、まあ自分でメイクの動画撮ったりとか、そういうことが結構多いですね。皆さん。沼田さん。沼田さん。何やってんの？びしょびしょじゃないの？で隠れて隠しちゃうの？大体あえて奥でみんな動画撮ったりとか、もうギリギリなんですよ。これは恥ずかしい。すごいです。なんかもともとはやっぱりここも大体30坪ぐらいあって、まあ、8席あって、最初オープニングのスタッフ3人で、まあ、そんなになんかすごいどん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 お店を大きくしたいタイプではないので、3、4年ぐらいはこのお店一つで十分かなって思ってたんですけど、なんか、まあ、運が良くて人に恵まれて、まあ、人が増えてきて、逆に言うとお店出さないとなんか若い世代が活躍できないなっていうのがあって、なんか必死でって感じですけどお店をオープンするって形になったので、まあ結構今バタバタではある。ただやっぱり1店舗目と違って、まあ多少そのお店を出したことに、まあ経験があるので、なんか次の店はなんかその王道じゃないですけど、なんかお店作りの王道から外れて、あ、なんか少し面白さだったりとか、まあ美容院以外でもなんか人が集まれる場所みたいなイメージで、まあ、作りたいなっていうふうに思ってますね。うん、今回そのお店出すときに、なんか、まあ、こだわったところっていうか、まあもちろん場所だったりとか、まあ、賃料だったりとか、広さだったりとか、まあ具体的になんか抑えなきゃいけないポイントってたくさんあると思うんですけど、なんか今回は、それ大事にしたかったのが、なんか今ってやっぱり、SNS があって、やっぱりみんなそれ見て来てくれるなっていう、なんか広告サイトみたいなよりは、せっかく今日みたいになんかスタッフとかも撮影したりとか練習したりとかそれ頑張ってるので、なんかそういうのが、まあ、注目されるには、まあ、どういうのがいいかなっていうふうにすごく考えてて、やっぱりそういう部分でなんかその家賃だったりとか場所のバランスもすごい大事なんですけど、やっぱりそのあ、なんかみんなが気になるサロンだなって思ってもらえるような、サロンにしたくて、なんで、次のお店は一棟貸しで2階建てなんですけど、なんかそもそもそういうところってあんまりこの名古屋で、まあ、栄とか名古屋駅って結構中心地なんですけど、なんかあんまりないんですよ。なんで、まあ、そういうところがまず一つ見つけられたのが、なんかこれから、まあ、みんながちょっと気になるなって思ってもらえるようなサロンの、ポイントの一つかなって。スタッフがやりたいことをできるサロンにしたいんですよ。なんかそのためにはもちろん売り上げとかも大事ですけど、なんか売り上げがあって、まあ、美容院としてしっかりと芯が通ってるからこそ、やっぱりどん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 新しいことにチャレンジできるっていう部分があるので、なんかそういう点では今すごいスタッフが頑張ってくれてて、すごい順調かって言われたらやっぱりいつも不安で、まあ、頑張んなきゃって感じですけど、でもやっぱり、まあ、今のところいい波に乗れてると思うので、まあそこを、まあ、どんだけお店として波をもっと起こしていくかっていうところと、あとはやっぱりそのもうちょっとサロンワーク以外の部分でも、まあ、そっちを頑張ってるからこそ、なんかもうちょっと会社にいてビットだからこそできることみたいなことをやらせてあげれる環境にしていきたいなっていうふうには思ってるんで、なんでまあ新しいお店は割と、まあ、席にもゆとりを持って、まあ、そういうスペースも作って、まあ、初めのうちはそういうのができるようにしていきたいなっていうふうに思ってます。面白いんですよ、うちの作品が。子供みたいなんか、結構ちっちゃいふわやされたいスタッフばっかりなんで、
今回新卒の子たちも来年今3人決まってるんですけど、なんかその子たちもなんかすごいやっぱ受けに来てくれる子ってみんなピュアでまっすぐで、みんなおしゃれも好きだし、なんか結構熱い思いで来てくれるんですよ。いろんなもの準備して今日のために服はこうしてきましたみたいな、可愛いじゃないですか。でもやっぱりなんかみんな取ってあげたいけど、でもそういうわけにもいかないしって時に、やっぱりその例えばまあ去年の新卒の子なんですけど、兄ちゃんって言うんですけど、兄ちゃんはなんかあんまりすごい喋るタイプではないんです。結構、まあ、静かで、でもなんかすごいセンスも飛び抜けてて、あ、可愛いなって思ったんですけど、やっぱり美容院ってセンスだけじゃなくてお客さんと話すじゃないですか、とかそういう時にどうしても暗かったりとか、そういうことでちょっと違うのかなっていうふうには思ってたんですけど、兄ちゃんは尊敬される人になりたいっていうふうに言ってて、でその尊敬される人っていうのはどういう人ですかって僕が聞いたら、私は自分が尊敬できるのが私の心を少しでも動かしてくれた人なので、私はそうやって心を動かせる人になりたいって、普段全然喋んない兄ちゃんがめっちゃいいこと言うやんもうそれが決め手でしたね、この子。なんかなんで僕もそうやってなんかちょっとびっくりさせられたりとか、なんか意外な一面を見たりとか、なんかいい人っていうよりもめっちゃいい人みたいな、なんかそういうなんかちょっと飛び抜けた子、どこか飛び抜けた子をいいなって思うかもしれないですね。何訳したの？訳しないです。これはなんかいつも営業前になんか最近から始まったんですけど、なんか自分たちが営業中になんかどうやってスムーズに動くかっていうのを考えて、なんかちょっと前に集まって今日の一日の流れをアシスタントの子たちだけで話してる。なんかゴーちゃん見てるから脳裏が流れてる。コマが言ったのがいいかな。辻丸さんはなんか結構なんかキャピキャピしてる感じのタイプなんですけど、また兄ちゃんとはタイプ違うんですけど、あの子は割と真面目なんですよ、実は。すっごい真面目で、で来た時もなんかすごい緊張してて、唯一なんか質問とか聞いても、まあ割と、まあ、みんなが返しそうな答えが返ってくるっていうか、まあ、緊張してるし真面目だし、あ、なんか真面目な子なんだなって分かるんですけど、唯一面白かったのが、どういう人になりたいですかって聞いた時に、私はウィットの辻丸さんじゃなくてウィットを辻丸さんのいるウィットにしたいっていうふうに言ってて、すごいな、もうなんかそこからなんか、あ、自分がなんか顔赤くなってるそう、なんかすごいそうやってなんか自分のことをなんかなんだこういう風になりたいんだっていう意思がその明確にあって、なんかやっぱり入ってくれる子たちってそのお店にやっぱ助けてほしいとか、お店で学びたいって気持ちも多いんですけど、なんかお店を良くしていきたいっていう風に言ってくれた子とかあんまりいなくて、ちゃんと芯があるんだなって、まあ、そういうなんかブレない芯みたいなの見つけた時になんかすごい魅力があるなって思いますね。はい、じゃあ始めます。お願いします。お願いします。ずっとブリッジとかしてたんだけど、もう今多分できないから絶対飛ばさないよ、ね、っていう感じで、あの、あ、そうそうそう、そうなってたけど早く仕上げかぶったりするから、ちょっとこうクラッシュしそうだから。あー、そうなんだ。まあでも、ちゃんと個人今日スパあるからちょっとそれ見てって感じでやっぱその、まあお客さん一人一人に対して、まあこの人ってこういう人だよとか、なんかまあ、技術的な説明もそうなんですけど、やっぱその結局、全員接客みたいな、なんかスタイリストが一人分かってて、他の人はじゃあ隣にいるお客さんの名前も分かんないとか、どういう人かも知らないっていうよりは、なんかその人のことをしっかりと、みんなが共有して、変な話スタイリストがいなくてもその人が安心できたりとか、あ、なんか来てよかったなって思ってもらえるサロンにするために、なんかみんながちゃんとそういう細かいパーソナル部分までそのお客さんの性格だったりとか、まあ、話したい人話したくない人とか、まあ、そういうのもしっかりと朝伝えて、なんかその人に対してあの一人一人、まあ、自分を変えて接客できるようにっていうのは結構みんなで意識してますね。
奈良から来たばっかりのうちで売れてきてるサイズです。なんかもともとこのバーム作った時に、まあ、作りたかったのも結構なんかやっぱバームとかって香りが変わって匂いがちょっと変になっちゃうとか、なんか重たすぎるとか、なんかそういうのがあって、でなんかスタッフがみんなでなんか自分たちが毎日使いたいようなやつ作りたいよねっていう話になって、でまあ始めたんですけど、なんか、まあ、コンセプトとしてもやっぱそのメイクみたいにやっぱ毎日みんなすっぴんでいるわけじゃないと思うの で髪の毛って意外に仕事の時とかつけませんとかいらっしゃるので、なんかあ、なんか毎日使えるやつがいいなって、でも毎日使うんだったらなんかその人のなんか一部になって、まあ、その人までデザインするじゃないですけど、あ、なんかこの香りとかなんかその質感とかツヤ感を見て、あ、あれって何々さんかもみたいな感じで思ってもらえるような、もうバームっていうよりは自分の一部みたいな、そういうのが作りたくて、なんで結構量もめっちゃ入ってるんですよ、結構多めで、なんか毎日使っても次美容院に来る時までには持つよみたいなサイズにしてますね。ダメ、ダメ、どうする今日、ね、自然な感じでいいですか、はい、ちょっとこの辺目指したい、って感じでいきます。よろしいですか、はい、一番最初に黒っぽい、もうちょっと伸ばしすぎないように言ってほしい。仕事が11時までやってた。へー、何回あ、まあそうだね。アシスタントの服部かなえです。オンオフがはっきりしているところというか、仲いいんですけど、ちゃんと仕事は仕事でしっかりスイッチ切り替えてやるところがやっぱメリハリがあって、なんかオンになったらもうみんなライバルみたいな感じで結構頑張る子が多いので、自分もそれのおかげですごい頑張れるので、なんだろう、昔はみんな嫌だったんだけど最近人気で、そうそう、なんか柔らかい、夏になると増えていますかね。小島しおりです。尊敬する先輩がたくさんいて、その毎日出勤したら毎日絶対に一つ以上は学ぶことがあるので、なんか毎日その自分が吸収できることがあるなっていうのは感じます。1月とかだったと思う。1月ちょっと来ますか。大丈夫みたいな。